シーモア・グアドロー氏ご来臨。スピラの各地より集いし、勇敢なる討伐隊諸君、己の選んだ道を信じ存分に戦うがよい。君たちの優先、エボンの老師このシーモアがしかと見届けよう。はっ！どういうことだあれ。どうしてシーモア老師は討伐隊を応援するんだ。アルベド族の機械を使う作戦だぞ。教えに反する作戦だぞ。教えに背いてはいるけど、みんなの気持ちは本当だと思うな。シーモア様もそう思ってらっしゃったんだよ、きっと。おい、ルー、ただの視察じゃない？本人に聞くんだな。やはりアーロン殿でしたか。お会いできて光栄です。ぜひお話を聞かせてください。この10年のことなど。俺はユーナのガードだ。そんな時間はない。それはそれは、アーロン殿がガードとは心強いですね。はい。どうかそんなに緊張なさらずに。あのシモア様は なぜにここにいらっしゃられますのでしょうか。普段の言葉でどうぞ。エボンの教えに反する作戦、止めないとまずくないですか。確かにそうですね。しかし討伐隊もアルベド族もスピラの平和を真剣に願っています。彼らの純粋な願いが一つになってミエンセッションが実現するのです。エボンの教えに反するといえど、彼らの志は純粋です。エボンの老師としてではなく、等しくスピラに生きる者として、シーモア・グアド個人として、私は声援を惜しまないつもりです。でもアルベド族の機会はまずいっすよ。見なかったことにしましょう。老師様がそんなこと言ったらみんなに示しがつかないっすよ。では聞かなかったことに。マジっすか。初めて見た時からシーモアは好きじゃなかった。でもこの時はシーモアの方がいいこと言ってると思ったんだ。
ナ様とガードさんたちですね。はい。作戦司令部へどうぞ。シーモア老師がユーナ様ぜひとのことです。はい。司令部はあっちなのでそっちの道からどうぞ。こっちの方は作戦準備でごたついてるんですんませんです。道案内だって立派な任務だ。おお、少年。潜り込んでやったぜ。未編セッション価格で大儲けしてやる。でも、少年は特別だ。恩人価格で OK だからな。
連絡は受けております。この先の作戦司令部へお急ぎください。老師様、召喚師様がいらして隊員たちの士気も上がっています。無論私も同様です。ありがとうございます。Thank you.
炎よ、踊りなさい。作戦の展開次第では多くの犠牲者が出るでしょう。その時は召喚士様、何とぞ一回送りを。でも討伐隊の方々を見ていると何もせずにいるのが辛くて、だから今は私にできることで力になれたらって思ってます。私には戦う力はありませんけど、多少白魔法の心得があります。今はその力を役立てたいと思っているんです。お役に立てること